えー、まずです、えー、聖書1日1章の時間となりました。あ感謝いたします。えー、今日はエズラ記7章ですね。えー、封建式があ6章の前回の奥においては封建式が、えー、取り行われました。感謝します、えー。7章ですね。では、早速いきたいと思います。えー、エズラ記7章。これらの出来事の後、プレッシャーの王、アルタ・シャスタム、 エズラという人がいた。このエズラはセラヤの子、順次遡って、アザルヤの子、ヒルキヤの子、シャルルムの子、サドクの子、アヒトブの子、アマルヤの子、アザルヤの子、メラヨテの子、ゼラヘアの子、ウジの子、プキの子、アビシアの子、ピネハスの子、エルアザルの子、このエザ・アザルはサイシカシラ・アロンの子である。 エズラはバビロンから登ってきたものであるか、イスラエルの神、主が賜った、モーセの立法に通じている学者であった。彼の神、主の見てが彼の上にあったので、王は彼の願いを皆叶えた。アルタ・シャスタの王の第7年にも、イスラエル人のある者たち、および祭司、デビューと歌うたい、門へ、宮に仕えるしもべたちのある者たちが、エルサレムに登ってきた。 エズラは王の第七年の第五の月にエルサイムに着いた。すなわち彼が第一の月の一日にバビロンを出発し、第五の月の一日にエルサイムに着いた。彼の神の恵みの御てが確かに彼の上にあった。エズラは死の立法を調べ、これを実行し、イスラエルで起きてと定めを教えようとし、投資して心を定めていたからである。 アルタ・アルタシャスタ王が祭司であり学者であるエズラに与えた手紙の写しはの次の通りである。エズラは主の命令の言葉とイスラに関する主の規定に精通した学者であった。王の王アルタ・シャスタ、天の神の立法の学者である祭司エズラへ。 この件は完了した。さて、私は命令を下す。この私の国にいるイスラの民その祭子、レベットのうち、誰でも自分から進んでエルサイムに登って行きたいと行きたいものは、あなたと一緒,に一緒に行ってよい。なぜなら、あなたはあなたの手にあらゆるあなたの神の立法に従って、ユダとエルサイムを調査するよう、王とその七人の議官によって使わされており、また王とその議官たちが、 エルサミンに住まわれるイスラエルの神に住んで捧げた金銀と金、バビロンのすべての州であなたがやる全ての銀と金、それにエルサミンにある自分たちの神の宮のために民と祭司たちが住んで捧げた捧げ物をも合わせて携えていくために使わされているからである。それゆえあなたはその献金で牛、お羊、子羊、また そのための宝物の捧げ物と、そそぎのどう酒を心して買い求め、エルサイミにあるあなた方の神の宮の祭壇の上でそれを捧げなければならない。また、残りの銀と金の使い方については、あなたとあなたの兄弟たちが良いと思うことは何でも、あなた方の神の御心に従って行うがよい。また、あなたの神の宮での礼拝のために、 あなたに与えられた器具はエルサレムの神の前に備えよその他あなたの神の宮のために必要なもので、えー、どうしても調達しなければならないものは王の宝物具だからそれを調達してよい私アル,アルタサスタ王は川向こうの方向をかかり全員に命令を下す神の天の神の立法の学者である祭司があなた方に求めることは何でも心してそれを行いすなわち 銀は100タラントまで、小麦は100コルまで、ブドウ酒は100バテまで、油も100バテまで、塩は制限なし。天の神の宮のために天の神によって命じられていることは何でも熱心に行い、見枯が王とその子たちの国に下るといけないから。また次のことを知らせる、祭祀レビューと歌い歌い、門へ宮に仕えるしもべたち。 つまりこの神の宮に使える者には誰に,誰にも貢ぎ、関税、税金を貸してならない。えずらよ、あなたはあなたの手にある、あなたの神の知恵に従って裁き、司や裁判官を任命し、川向こうにいるすべての民、すなわちあなたの神の立法を知っているすべての者のを裁かせよ。またこれを知らない者に、あなた方は教えよ。あなたの神の立法と、 王の立法と守らない者には、誰にでも、死刑でも、追放でも、財産の募集でも、または投獄でも、その判決を厳格に執行せよ。私の父の神、主をほべきかな。主は、エルサムにある死の宮に栄光を与えるために、このようなことを王の心に起こさせ、王とその議官と、すべての王の有力な主張の行為を私にさせてくださった。私の神、 主の御手が私の上にあったので、私は降り立って、私と一緒に登るスラ人の頭たちを集めることができた。感謝いたします。えずらき7章でした。感謝いたします。え,ー、えずらき奈7、えー章,まあえーえー、章においては、えー、この絵面のことが書かれています。えー エズラはバビロンから登ってきたものであるがイスラの神、死が賜ったモーセの立法のに通じている学者であった、えー、彼の神、死の御手が彼の上にあったので、えー、王は彼の願いを皆叶えたそして、えー、28節に、えー、王とその議官とすべての王の有力な師匠の恋を私にさせてくださった私の神、死の御手が私の上にあった 私は降り立って、私と一緒に登るイスラジの頭たちを集めることができた。神様、この忍御手があること、私、クリスチャンには忍御手があることを覚えて、えー、死の御心が何であるかを追いに求めたいと願うものです。感謝いたします。マスアート、ま、です、えー日えー。聖書一日一緒でした。マスアート、ま、の YouTube チャンネル登録、またあーコメント。 ご意見がありました。よろしくお願いいたします。次回の聖書、1日1章でお会いいたしましょう。仕上げの鉄パッションプリズシャロム。by シャローム。